猫だ。どこ？ほら、あそこ。え？どこ？バカが見る。冗談だよん。感謝する。ありがとう。お茶と和菓子があれば、また急に話しかけられるとびっくりしちゃうから気をつけないと。ああ、もうこの色もなくなりかけてる。今月厳しいのに。はあ、やっぱりバイトでもしようかな。ため息ついてると幸せが逃げるぞ。あの、無限先生、相談があるんですけど。そう言うと、無限先生はいいバイト先があると俺に一軒の店を紹介してくれた。島で唯一夜遅くまでやってる店でな、部活が終わってからでも間に合うぞ。俺の行きつけの店だ。他の奴には言うなよ。何の店なんですか？そりゃ行ってのお楽しみだ。頑張れよ。君が古方乱道君か？うちでアルバイトがしたいんだって？あ、はい。あの、ここって？ここはバーだよ。島で唯一のな。無限には何て紹介されたんだ？ああ、だから行きつけって。ていうか、高校生にバーなんて紹介するか普通。あいつがあそこでバイトをすれば俺の飲み代もきっと安くなるはずだ。なんとなく考えてることが透けて見えるな。すみません、俺バーだとは思ってなくて。やっぱり。まあ待て、せっかく来たんだ、
試しに一日働いてみないか。え？心配しなくともうちの仕事は22時まで。法律上何の問題もないよ。いや、すみません、俺、酒ってあんまり好きじゃないんです。どうして？小さい頃、夜遅くに目を覚ますと、仕事から帰ってきた父さんがよく一人で酒を飲んでいたんです。ただただ一人で、次の日も朝早いくせに。それがあんまり好きじゃなくて。そうか。でもそれは酒が嫌いというより、君がそうやって飲む父親のことを理解できずに好きになれないってことなんじゃないのかな。ああ、それは理解できれば父親への気持ちも幾分変わるかもしれない。まあ余計なお世話だろうがな。父さんの気持ち、そういえばそんなの考えたことなかったな。いったったった、突然腰が。え、大丈夫ですか？いらっしゃいませ。ランド君、向こうのテーブルにワインを。あ、はい。結局流されて働いちゃったな。とりあえず今日だけだ。お待たせしました、ご注文の赤ワインで。あ、ちょっと慌てると危ない。いや、でも無理やり取ろうとしてワインをこぼしたのはあなたで、俺は別に。申し訳ありません、お客様。そのお洋服はこちらでクリーニングに出しておきます。エイジさん、でも。ランド君、君は黙って。でも。いいから。はい。気分を害された分はお飲み物もサービスいたします。その代わりにお願いがございます。今後、イライラの発散は人に当たるのではなく、お酒をたしなむことのみでお願いできますか。それがこの店でのルールです。そこからはトラブルもなく、俺は最後の客が帰るまで働いた。さっきはすまなかったね、ランドー君。なんであんなお客さんに飲み物をサービスしたんですか？ここは大人がお酒を飲むところだ。それは分かってますけど。じゃあどうして酒を飲むのか、理由は分かったのかい？え、いや。なら少し味見してみるか。ダメですよ、俺まだ未成年で。冗談だよ、営業停止は食らいたくないからな。匂いだけでも苦いし、なんだかぼーっとするし、理解できません。なんでこんなものを好んで。酒は君が思うよりもずっと奥深いものだよ。けどまあ、大概の人にとっては味なんて関係ないのかもしれないな。どういうことですか？酒ってのは時に現実を忘れて自分の中の理想とのギャップを埋めるために飲むものなのさ。だから子供には苦くて大人にはうまいんだ。ああ、
なぜかその時、俺の頭に寂しそうに酒を飲む父さんの姿が浮かんだ。ここはそれを提供する場だ。今日は悪かったな。君にはまだここは早かったみたいだ。俺、やっぱり酒は嫌いです。そうかい。後から考えれば、ここから全てが始まったんだと思う。けれどこの時の俺は、自分があんなおぞましい出来事にエルまで巻き込んでしまうことになるなんて考えもしていなかったんだ。プレゼント？うん。ここは朝の通学路。俺は途中で出会ったエルと学園に向かい、話しながら歩いていた。おばあ様がもうすぐ誕生日だから。いいね。きっと喜ぶと思うよ。でね、何をあげるかはまだ決めてないんだけど、買うためのお金を稼ぎたいと思ってて。うん。これ、そこの電柱に貼ってあるのを見つけたんだ。へえ、稼げるバイト、派遣レディ募集か。って、ダメだよこれ、絶対ダメ。え、どうして？さっき電話かけたら面接に来てって。それは、その、とにかくバイトは俺が見つけるから、これよりもっと稼げるアルバイトをさ。本当？とは言ったものの、そんなバイトあるわけないしな。どうしたランド、札束の絵なんて書いてまるで俺みたいだぞ。誰が万年金欠だ。言ってませんよそんなこと。てか俺いつの間に札束の絵なんて。相当追い込まれてるみたいだな。非常に面倒だが、部員の悩みを聞くのが顧問の仕事だ。仕方ない。ほら行ってみろ。いやいや、なら別にいいですよ。まったく気は進まなかったものの、俺は無限先生に事情を説明した。すると先生は、奇跡的にその条件に当てはまるバイトがあるぞ。あ、募集は2人だ。感謝しろ。え、本当ですか？あ、いや、そのバイトもしかして怪しいやつじゃ。島の外れに洋館があるだろう。バカでかくて豪華なやつが。そんなのありましたっけ？あるんだよ。まあいい。あそこはな、お前もよーく知ってるジェファーソン・ハインツの別荘なんだ。へえ！バキュー！声がでけえよ。耳キーンってなっただろうが。ジェファーソンって、あの、象徴主義の巨匠ですか？ああ、ちょうど今作品制作のために来日しててな、部屋の掃除をしてくれるバイトを探してるらしいんだ。うまくいけばアトリエを見られるだけじゃなくて制作風景まで拝めるぞ。どうだ、こんなチャンスめったにないだろう。本当は俺が行きたいところだが、もしお前と天海が良ければ。行きます。
行かせてください。そして翌日、曇り空の中、俺たちはぬかるんだ獣道を通り、森を抜け、屋敷の前へとたどり着いた。こんな場所にあるなんて。豪華な洋館だと聞いていたけれど、屋敷の外壁には植物のツタが絡まるように生い茂り、まるでお化け屋敷みたい。だけど世界的画家の別荘って聞いたらそんな感じに見えない？外国っぽいし。うん。うわぁ、なんか俺緊張してきた。大丈夫？歩いてくる時も手と足が両方同時に出てたけど。全然。とにかく俺に任せて。一応アルバイト経験はあるんだから。落ち着け。こういうのは最初が肝心だって本に書いてあったからな。本当に憧れてる人なんだね。うん、画集も穴が開くほど見てるし、インタビューとか絵以外もすごく参考にしててさ。でも俺たちは今日掃除のバイトに来たんだから、そこはちゃんとわきまえるよ。エルのおばあちゃんのプレゼント代を稼ぐためっていう大切な目的もあるんだし。ううん、私も付き合ってもらってるんだし、お互い様だよ。チャイム押す？あ、俺が押すよ。俺は呼吸を整え、姿勢を正した。これからあのジェファーソンさんの屋敷で働くんだ。腕を伸ばし、古いボタンに指先が触れたその時。いらっしゃいませ。うわあ！突然屋敷の扉が開き、中から年配の男性が姿を現した。ランドー君、大丈夫？うん。すみません、驚いてしまって。あの、アルバイトに来た古方と天海です。話は伺っています。私は羊のロベルトです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ロベルトと名乗ったその男性にはなぜか全く表情がない。説明は中で。さあどうぞこちらへ。軋んだ扉がさらに開き、俺は屋敷の中に目をやった。まだ昼間だというのに薄暗く、開いた扉からではよく見通すことができなかった。はい、行こう、エル。うん。ロベルトさんに促されるように、俺たちはその洋館に足を踏み入れた。何も知らない俺たちの背後で、扉が一人でに閉まったような気がした。食らって。お前も終わりだ。
でフィニッシュだ。くらって、勝負はここからだろう。くらって、勝負はここからだろう。そこだ。そらよ、決めるから。勝負はここからだろう。扱いしたら承知しないぞ。お疲れ様。お前らの戦いもなかなかのものだった。いいね。注文は何にする？目的の報酬を目指して頑張って。いってらっしゃいませ、ご主人様。暇だぞ、ちょっと走りに行こうぜ。ゲームいっぱい持ってるんだね。まあね。ああ、やりたいの？いいの？いいよ、減るもんじゃないし。ハードは何がいいかな。うち島の探検とかしてえな。ランドに案内頼むかな。さっき見かけた野良猫、あの子はちゃんと生きていけるのかな。早くトレーニング行きてえな。じっとしてると体が治っちまう。いつでも戦えるように準備しておかないと。
早くトレーニング行きてえな。じっとしてると体がなまっちまう。ん？何笑ってんだ？え？私、笑ってた？おう、人の顔見ながらな。そっか。なんだよ、また笑って。変なやつだな。楽しそうでいいけどよ。ノッカーアップとボクシング、俺にとってはどっちも大事だ。早くトレーニング行きてえな。じっとしてると体がなまっちまう。この島は自然だらけだな。運動しやすくて助かるぜ。何かあったらいつでも言ってくれ。年の功くらいしか君たちが相談する利点はないかもしれないけどな。あの、なんだ？メロンパンと焼きそばパン、どっちにしようか悩んでて。それはちょっと考えさせてくれ。ゆら島のお寿司ってどれもすごく美味しい。週末にうちでパーティーを開こうと思うんだが、手伝ってくれないか？私っていいんですか？君の手を借りたいんだよ。ランドー君たちも招待するんだ。彼らの好みを教えてくれないか？はい。よし、彼らをとびきりの笑顔にしてやろうじゃないか。あいつからもらった作業着、そろそろ洗濯しないとな。匂うな。職業柄、怪しいやつには敏感なんだ。お前からは獣の匂いがするぞ。そうか、やっぱりバレたか。さっき犬にしょんべんかけられちまってよ。参っちまうかな、まったく。そこのちびすけ、飴玉いるか？私はちびすけではない。しかし、飴玉はいる。いいのか？正直者は得をする。パチンコの景品だ。気にするな。ほら、投げるぞ。お前は、何か変わったやつだな。お互い様だ。